兵庫県公安委員会は、特定抗争指定暴力団、6代目山口組の司忍こと、篠田健一組長らに対し、5年前の発砲事件で服役している男2人に、出所祝いなど金品を渡すことを禁止する命令を発出しました。2017年、兵庫県稲美町で、特定抗争指定暴力団、神戸山口組の井上邦夫組長の別宅に、山口組系組員の男3人が銃弾を撃ち込み、その後、3人に懲役7年の実刑判決が言い渡されました。この事件について、兵庫県公安委員会は、山口組の篠田健一組長と傘下の組長に対し、服役中の2人に刑の執行終了後5年間、金品を与えたり昇格させることを禁止する命令を今日付で発出しました。県警によりますと、出所した暴力団組員に祝い金を渡す習慣は全国で確認されていますが、兵庫県の公安委員会が出所祝いなどを禁止する命令を発出するのは今回が初めてだということです。